シャビ、まだまだ現役でいけると世界で話題に。スペイン一部バルセロナは現地時間9月26日、ラリーガ第7節マジョルカ戦を2対2で引き分けた。試合中に見せたシャビエルナンデス監督の美しいトラップが話題を呼んでいる。開幕からリーグ6戦無敗で挑んだマジョルカとの試合は、アウェイの洗礼に苦しむ。前半8分にゴールキーパーテアシュテイゲンのパスミスからあっさり失点。バルセロナは前半41分にブラジル代表フォワードハフィーニャが決めるも、同アディショナルタイムに再びホームチームに勝ち越されてしまう。それでも2対1で迎えた後半30分、ポーランド代表フォワードロベルト・レバンドフスキのスルーからミッドフィルダーフェルミン・ロペスが最後はフリーで押し込んで2対2のドローに持ち込んでいる。この試合で、ピッチ上で注目を集めたのはシャビ監督のワンプレーだった。ラインアウトとなったボールに対し右足を横に伸ばし、絶妙なタッチでトラップ。現役時代を彷彿とさせるような美しいタッチは、ベースポーツ専門局 ESPN や全世界で300万人を超えるフォロワーを持つ X アカウントアウトオブコンテキストフットボールで切り取り反響が広がっている。ESPN 公式 X はシャビはまだやれる。ずっと素晴らしいとトラップの瞬間を報じ、SNS 上ではファンからも魔法のトラップはまだまだ健在、現役時代と変わらなくて驚きだ、最高のミッドフィールダーの一人、何人かの現役選手よりも優れている、まさにマエストロだと称賛の声が上がっていた。素晴らしいトラップ、うますぎわろた。これは現役復帰不可避。史上最高のミッドフィールダー。取り持ちがついているかのようなトラップ。この指導者にはスターも従うね。名将になってほしい。シャビ監督でも頑張れ。シャビ監督の下で CL 制覇を期待。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。